東海道新幹線は保守用の車両が脱線した影響で一部区間の運転を見合わせています今日中の運転再開のめどは立っていないということです JR 東海によりますと午前3時40分ごろ愛知県内の上り線で保守用の車両同士が衝突し脱線しました作業員1人が軽いけがをしたということですこの影響で東海道新幹線は 東京・名古屋間で始発から運転を見合わせていましたが現在は浜松と名古屋間の上下線で運転見合わせとなっています JR 東海は復旧作業は夕方までかかる見通しで今日中の運転再開の見込みは立っていないとしています